お疲れ様です。ラットです。ということで、今回もね、クラッシュロイヤルやっていくんですけども、今日はですね、こちらの、ヒーラーさん重視デッキをですね、使っていきたいなと思います。で、まあ、ヒーラーがね、今本当に強いです。ですので、まあ、ヒーラーがね、多分どのデッキにも入ってきます。で、今回は三重視版。というわけで、懐かしいですね。ヒール三重視僕よく使ってたんですけども、プラフにね、マジでもう何年前だっていう感じなんですけども、2017年の5月とかだったかな、多分これ。7位取ったの。これね、ヒール三重視で、取らせていただきまして、今回はね、ヒーラー三重視っていうので、ちょっとね、まあ、一緒のようなもんなんでね。はい。結構得意なんじゃないかなと思います。で、これグラチャレでね、12勝しました。で、ヒーラー入りの三重視デッキで12勝してる方が、まあ、いっぱいいるんですけども、いろんなやっぱ型があるんですよね。僕は、ディガーが入ってるんですけど、ディガーがなかったりだとか、まあ、他はユーノが入っていたりだとか、スペルがタルババプラスザップとか、まあ、いろんな人がいるんですけど、僕は、この方をね、ちょっと自分なりにこう、やりやすいようにいじって、これにたどり着いて、まあ、これで12勝したので、まあ、ユニレベがない方であったり、なんか自分はディガーいらないなとかあったら、自分がね、やりやすい、ように1、2枚ね、入れ替えてもいいかなとは思いますね。これね、ヒーラーマジアチを受けるんですけど、攻撃するたびやはり回復しますので、もう美味しいですね。もう全然、マジアチなんかありがとうって感じですね。これ回復してますからね。これがやばいですよ。ここディガー飛ばしてあげるだけで、ペックはワンチャン突破できる。いや、きついか。まあ、ザップって、ヒーラーが回復して、あ、出た。無限ループ、これ。ゴーストが殴るんだけど、ヒーラーが回復してて、ほぼ無限ループですね。はい、タワー1個落ちる。はい。いや、マジで、ヒーラーゲーなんですよね。ペッカ工場ですね、相手はなんですけども。ペッカ工場のユーノの枠が、ヒーラーになってる人もグラチャレ中に処してたりしていましたので、ワンチャンね、ありますよね。っていうのも。なんでもヒーラーがね、言ったら、ダクプリの上位互換。多分もう一本、今日これ本日2本目だと思うんですけども、本当にね、普通にゴーストとかそういうのをペッカを3発受けれるっていうのはまず、ぶっ壊れなんですよね。受けとしては豊富で、それに、回復効果がついてて、HP がまず高すぎる。スペルで死なないっていうので、まあ面白いんですよね、スペルで死なないカードっていう。今まではまあペッカとかもありましたから4コスでスプレーで死なないですから、そこはねまた新しいんですけど、まあ回復するのがちょっと良くないですね。本当に回復効果が結構強いなっていうのはあるので、本当に2体とか3体こう一緒になっちゃうと、もう何のヒートでも処理できないんですよね、マジで。まあなんで下方はまあ絶対来ると思うんですけども、加法の仕方ってなると、まあ、5コスにしちゃってもいい気もするんですよね。もう5コスに、もう、今の性能ままで。か、また回復効果を下げるであったり、ま、HP ですね。HP が高すぎますので、HP が、ロケットでは死んでもいいかなっていうのはね、ありますね。まあ、ライトニングとかちょっとは耐えて、もうミリ残り、ライトプラス、ウッドとか、まあ、ライトニングでワンチャン死んでもいいかな。まあ、でもロケットではね、絶対死んでいい。HP にするべきだとはね、思いますね。じゃないと、今のままだと、もう、ヒーラー対決になっちゃいますのでね、メタもなかなか難しいんだよね、これ。よいしょ。というわけで、このベビードローは、まあ、昨年のコウモリででも、受けましょうかね。まあ、三重視デッキね、今まで触れたことない人だと結構むずいんですよね。あ、ちょっとこれ、寝てる。これヒーラーつけてあげて、ワンチャンなんか相手が高めに入れて出してくれたら、あはー、ダクネ回復できたんですけど。まあまあまあ。これザップ打って、オッケー。で、これヒーラーが回復して、多分俺のヒーラーの方が強いよね、これ多分。コウモリが殴ってるから俺のヒーラーの方が早く、オッケー。あはー、取れね。いや、素晴らしい、取れね。はいはい。まあまあ、ここはね、ちょっといい感じに防衛されましたけども。で、まあ三重視ね、結構むずいイメージがあるんですけど、まあ、やっぱどのデッキも慣れですよね。やればやるだけ使えるようになりますから、一回挑戦してみるのがいいと思いますね。ここはちょっと一回落ち着いてますので、一回リポンですね。はい。で、相手が、まあ、ポイズン使いましたので、もう正直三重視固め出しでもいいレベルですね。なんですけど、まあ、ここね、ちょっと、あえて一回こうダークプリンス流して、
このダークプリンス流すことによって、まあ、これに対して何かユニット咲くんですね。そう。それを、まあ、この三重子で回収して、そして、まあ、攻めていくよって感じですね。今、相手はポイズンありませんので、まあ、これ言ったらね、右と左に、できると理想なんですけど、有能とか僕は持ってませんので、まあ、それが今回なかったって感じですね。これ、ディガープラスザップでワンチャン大変でもしたい。よいしょ。で、三重子殴る。OK? 右側は、ヒーラーは、ヒーラーをね、自陣で出して守れれば、結構最強レベルですね。自分のヒーラーも回復して、相手のヒーラーはタワーがね、殴って処理してくれますので、イチャイチャしてるだけなんですけど、これ本当に。今相手ね、ここでポイズン使いましたので、ワン、こういう、あこれちょっと、ザップ、うわぁ、これやばい。これ皆さんちょっとね、こういうことをするとね、ピンチになります、一気に。エリゴレ来て、ヒーラー置かれて、トルネードがあるかな。よいしょ。ヒーラーでも HP 高いですので、ちょっとね、頑張って人質になってもらいます。OK。で、ダックプリも受けれますので、結構。OK? ザップ打ってあげて、あ、ここでヒーラーあるとね、もうマジ三重子最強ですね。ヒール三重子ですね、懐かしの。まあ、ここ一回落ち着きつつ、ワンチャンこれ逆サイ狙っていきたいですね。三重子追ってきた。で、ここは、まあ、なんかの釣りがもしかしたら来るんですけど、オッケー。これは止まんないんじゃないか?このスパーキーはアイゴレプラスの、ダクネプラスの、まあ、ザップでいいかな。アイスゴーレムは逆サイの棒に使いたいですので。OK。まあまあ。で、これはこのまま、こう攻めになっちゃいますね。リガー飛ばして、まあ、スパーキー耐えますので、これ。あ、これノックバック美味しい。これ追加で、しかも回復してる。これは勝ちましたね。ザッパーン。まあ、ヒーラーがね、まあ、単純にスパーキーを耐えるので、受けで優秀。本当にただそれだけですね。まあ、そんだけね、ヒーラーが強いっていうことなんですよね。マジで。はい。あと1戦か?まあ、今3戦ぐらいした気分になってたんですけども。まあ、三重子にもね、もちろん合うんですけども、このダクネプラスヒーラーがやっぱ最強ですね。ですので、あんま三重子出さなくても勝てます。けども、まあ、相手がね、中型スペルがなかった場合であったり、ダークネクロとエリポン、まあ、エリポンにね、ポイズン打たれた時とかね、逆に三重子こう、さっきあんま展開してなかったんですけど、もう、固め出しもして、もう、固め出し三重子プラスヒーラーとかもね、結構無双しますので、今回やっていきたいなと思います。ヒーラープラスの固め出し三重子ですね。これがね、お化け。本当にお化け。ザップ。まあ、ここはですね、一回、捨てていきます。で、なんかね、ヒーラーがすごいゴーストみたいな感じがしちゃうんですね。なんか透明。なんか冬だからかな。浮いてるからかな。なんかね、でも普通のユニットのようにタゲ取られちゃうので、よいしょ。ここはまあヒーラーが頑張りますね。まあ、マジアチに強いのかな、ヒーラーは。ずっとタゲ取ってくれますので、これだって。よいしょ。永遠回復してますのでね、ずっとイチャイチャしてますね。まあ、逆にずっとタワーを射抜かれてしまうみたいなところはあるんですけどね、角度が良くないと。お、これ、変わんね。これ、ワンチャンこれさ、全部残るよね。タルボブとかなかったら。ああ、フリーズ。あ、待って。これ、当たった。わあ、これちょっとやばい。当たったことによって、大ピンチを迎えてしまう。ラッテ選手。うわ。これやべ。これやばいんですけど、焦るな、俺。オッケー。え、これはね、素晴らしい防衛だったのではないでしょうか?まあ、ダックプリンにね、任せて見てただけなんですけども。ねえ、まあ、相手のデッキが、まあ、クローンデッキ。というところで、まあ、クローンデッキに中型スペルは入っておりませんので、三重子を次からね、固めていきたい。まあ、かつ、セパでもいいかな、正直。こうセパして、よいしょ。で、このま、1体の方に、そう、こんな感じになったんですよね。ちょっと可愛い。で、2秒になりましたので、すぐ歩きますね。これ2体の反対にダクネつけて、まあ、両サイド攻める形を作りつつ、まあ、ヒーラー、これね、こいつだけに処理したい。
マジで。こいつだけ処理してしまえばね、もう。あとはね、これヒーラーでね。ちょっと、え、これさ、ワンチャンさ、すごくね？あ、1体しかいないやんけ、お前。1体しかおらんやんけ。お、やばい。左側ちょっと守んないとやばいですね。右側も左側もちょっと大変ですね。まあ、ここは左側が自然とカウンターになりますね。右側もカウンターになってますので。あ、マジで、これだけ。ここだけ処理して、これ、来ましたね。これは。止まんないんじゃないでしょうか。ヒーラーが無限回復してますよ、これ。これは？おい。恐ろしい。これ三重士のね、強みはもう両サイドに振ることですので。こんな感じで2個ね、取ることができます。でも最後とかね、もうヒーラーがちょっとたまりに溜まってましたね。はい、というわけで、ヒーラーちょっとね、解説が若干むずいんですけど、まあでもとりあえず強いんでね、今使い得かなと思いますね。とりあえずヒーラー入りの、まあ強いデッキいっぱい紹介しますので、その辺ね、ちょっと使ってみて、自分に合うやつをね、見つけていただければいいかなと思います。という感じで本日はね、終わりにしたいと思います。よければ、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。では。